アポロ16号の月着陸船、マーズパスファインダーのエアバックテストランダー、もしくは着陸船とは、天体の表面に着陸し、静止することができる宇宙機。大気圏が存在する天体の場合、着陸船は突入速度を減少させるため、空力ブレーキとパラシュートを使用する。着陸の際の衝撃をさらに緩和させるため、着陸直前に、 小さな着陸用ロケットを点火する場合もある。他にも、マーズパスファインダーでは、膨張型エアバックが使用された。なお、表面に到達する際の速度が非常に速いものは、インパクターと呼ばれる。月、火星、金星、タイタンといった天体は、ランダーやインパクターの対象天体となってきた。太陽系の地球型惑星において、水星のみが未だ宇宙機による着陸が、 行われていない。火星表面から送られてきた初の写真スピリットを火星表面に運んだランダーサーベイヤーランダー。地上で撮影2005年着陸後にホイフェンスから送られてきたタイタンの写真。1973年ソ連のマルス2号は火星表面に達した初の探査機となったが大気圏突入後にシステムが正常に動作せず。 パラシュートも開かれなかった。その後のマルス3号、マルス5号、マルス6号は衝突、ないしは火星の大気圏に突入する前に故障した。これら4つのランダーはすべてルナ9号のランダーをもとに開発され、大気圏突入の際はエアロシェルに類似した熱シールドを展開した。バイキング1号と2号は、それぞれ1975年の8月と9月に打ち上げられ、 オービター部分とランダー部分から構成されていた。バイキング1号、2号のランダーは、それぞれ1976年の7月と9月に着陸を果たした。2つのランダーが、機能停止した後、バイキング計画は1983年5月に終了した。マーズパスファインダーは1996年12月に打ち上げられ、1997年7月に、 初の火星ローバーソジャーナが展開された。ローバーはおそらく低温による電気障害が原因で1997年9月に故障した。マーズポーラーランダーは火星表面に到着する前の1999年12月3日に通信が途絶した。欧州のビーグル2号ランダーはマーズエクスプレスから正常に切り離されたが2003年12月25日に 来るはずだった着陸を確認する信号が受信されなかった。その後も通信は行われず、2004年2月6日にビーグル2号のロストが宣言された。マーツエクスプロレーション、ローバーのスピリットとオポチュニティが2003年の6月と7月に打ち上げられた。この2機のローバーは2004年1月にエアバッグとパラシュートを併用したランダーによって火星表面に到達した。 設計寿命は3ヶ月だったが、スピリットは2010年まで、オポチュニティは2019年まで運用された。2008年5月25日に、フェニックスがパラシュートとロケット効果エンジンを使用して、火星南着陸に成功した。ソ連のルナ計画やアメリカのレインジャー計画といった多くの月探査機は、ミッション終了後、月面に衝突している。ソ連のルナ9号は、 月面南着陸に成功し、地球に写真データを送信した初の探査機である。アメリカのサーベイヤー計画は、アポロ計画における着陸船の着陸地を決定する目的があったので、無人で月面に南着陸し月の土壌サンプルを入手、そして月の粉塵層の厚さを調べることが要求された。これらはサーベイヤー計画以前では未知のことだった。 アポロ月着陸船トルノフォートランダーは宇宙飛行士や月面ローバーためにロケット効果エンジンを使用して月面難着陸を行った。ソ連の有人着陸船 LK は地球軌道上での試験に成功するが実際に月に送られることはなかった。NASA が計画していたコンステレーション計画の一部である2020年の月面着陸にはアルタイルの使用が予定されていた。 2005年1月14日、餌のホイヘンスプローブが土星の衛星であるタイタンに着陸を果たした。ホイヘンスプローブは大気圏突入後3つのパラシュートを展開し、着陸場所が陸地でも海上でも問題なく動作できるように設計されていた。着陸後の観測時間は30分ほどと予想されていたが、実際には2時間にわたって観測を行った。 ソ連のベネラ計画では多くのランダーが計画され、いくつかは着陸に成功した。ソ連のベガ計画では近生大気圏に2つの気球を展開した。水星探査計画ベピコロンボミッション内でエサは当初、水星着陸機の打ち上げを予定していたが、2003年の計画見直しにおいてキャンセルされた。2004年3月2日、ロゼッタが打ち上げられた。 この探査機は2014年にチュリモフゲラシメンコ水星にフィラエを投下した。水星のような天体は非常に引力が小さいので着陸システムには天体表面とケーブルで固定しケーブルを伝って着陸を行うハープーンランチャーが採用されたが正常に動作しなかった。同様のケースとして NER a シューメーカーは小惑星エロスに着陸を行っている。 ただし、もともと NER a は着陸能力を有した設計はされていなかった。日本のハヤブサも小惑星糸川に何度か着陸、離陸を行っている。ただしローバーの10日には失敗した。ハヤブサ2もリュウグウへの着陸離陸に成功し、他に4機のローバーマスコット、ミネルバ21、ミネルバ22を搭載し、そのうち3機が着陸に成功した。 テンペル第一彗星とディープインパクトの衝突ディープスペース2号インパクターは地球以外の惑星の表面を貫通する初の探査機となるはずだった。しかし、1999年12月3日に分離し、大気圏突入後に着陸を果たしたようだが、通信は行われず、二千五年七月三日、NASA のディープインパクトがテンペル第一彗星に十八万キロメートルの 地点まで接近し、約3 7 0ラムのインパクターを発射した。インパクターは、翌日に水星と衝突し、計算時を、炭酸時を、粘土鉱物、無定型炭素、多間方向属炭化水素の存在が確認された。2019年4月5日、全体重量1 8ラム火薬4 7キログラム弾頭、約2キログラムの自己炭造弾である。 スモールキャリーオンインパクターをリューグへ投下し、分離カメラにより衝突の確認に成功した。フィル・デイビス、カーク・ムーンセル、ディープ・インパクト・レガシー・サイト、テクノロジー・インパクター。ソーラー・システム・エクスプロレーション、NASA、JPL、2009年4月22日へ閲覧。メテオライト・ファウンド、オン・マーズ・イエールズ・クルーズ・アバウト・プラネット、エスパスト。 n a s a h t t p m a r s r o v e r e s n a s a g o v s r o m s l a s h p r e e s r e s 2 0 0 9 0 8 1 0 h t m l 2 0 0 9年9月4日閲覧。ありがとうございます。